編では、クラリティの走りや乗り心地について、主に未来と比較しながら、検証していこうと思います。については、未来よりも気持ちが良いと感じます。未来では、モーターのトルクが、より大きいのですが、アクセルを深く踏み込んでも、タイヤの容量をすぐに超えてしまい、電子制御が働いていたのですが、クラリティでは、たとえ、ご覧のような路面状況でも、急加速した時に、タイヤの容量を超えるということは、ありませんでした。また、中高速域では、クラリティの方が、比較的伸び感があります。トルクでは未来に負けていても、馬力で分かっているため、それ相応のフィーリングといった感じです。電気モーターは、出だしのトルクがあるものの、高速域での伸びが良くないものが多いので、その中にあっては、比較的高速巡航よりのモーターだと言えます。車両重量は、未来よりも40キロ重い、1890キロなのですが、ここまで重くなると、私の感覚では、40キロの違いなんてわかりません。それでも、モーターの馬力が大きいため、高速道路や郊外道路では、未来よりも運転が楽しいですし、単純に速いなと感じました。ガソリン車やディーゼル車のような、変速の段や息継ぎがなく、かつダイレクト感があるというのは、ミライやリーフといった、電気モーター駆動の自動車と同じ特性で、感覚的な、乗り心地の良さに貢献しています。FC スタックからの騒音は、ミライよりも静かです。ただ、ミライでは、モーオーという、低い音だったのに対し、クラリティでは周波数が高く、モスキートーンのように聞こえます。当然ではありますが、内燃機関搭載車よりも圧倒的に静かで、振動もありません。ロードノイズは、クラリティの方がうるさく、風切り音も、未来よりうるさいです。こういった、騒音低減の関係で、本気を出したトヨタに勝つのは、正直、至難の業だと思います。そう考えると、リーフの静かさは、もはや恐るべきものすら感じるなと、改めて日産を見直しました。乗り心地に関しては、簡単に言うと、未来よりも良いと感じました。未来で感じたバネ下のバタバタ感は、全くないとは言えませんが、格段に少なくなっています。非常にフラットライドで、乗り心地に関しては、車の重さが、良い方に働いている感じがします。ボディやシャシーの剛性は、未来と同等くらいに感じますが、サスペンションとタイヤの剛性は、クラリティの方が圧倒的に上です。ミライでは、重量級の車体に対して、タイヤは細く、エアボリュームも厚すぎます。その上、エコタイヤであるため、設計がちょっと無理していた印象が拭えませんでした。クラリティもエコタイヤですし、一般的なガソリン車のセダン、それも、700万円台のものと比べてしまうと、まだまだ未熟なところがあるとはいえ、ミライと比べても、設計には余裕がありそうな印象です。ハンドリングは、初期のソーダフィーリングが甘いのは未来と同じですが、切りました時の感覚は、全く違うものがあります。未来もクラリティも、どちらも剛性は高く、車の動きを予測しやすいという点は、共通しているのですが、
タイヤの接地感は、クラリティの方が、圧倒的に上です。ロールも未来より少なく感じます。タイヤが太く、エアボリュームも薄いため、当然といえば当然ではあるものの、クラリティの方が、よりのままに、車を操れる感覚があります。ワインディングを走った場合、楽しいのも、速いのも、未来ではなく、クラリティの方でしょう。高速時のスタビリティは、若干ではありますが、こちらもクラリティの勝ちです。ハンドルセンターは、もう少し煮詰めが必要かなとは思いますが、クラリティの方が、外乱の影響を受けにくいです。高速で、深い水たまりを越えても、車はしっかり前を向き続けますし、ハンドルが取られることも少ないです。先週、未来に乗った時、重くて複雑な燃料電池を積んでいる割には、とてもいい車だなと、素直に思ったのですが、同時に、新しい技術なので、ちょっと甘い目で見てしまっていたことも事実でした。ガソリン車、特にも同価格帯の高級車と比較して、そのレベルに達していないのは当たり前のことだと思っていました。しかし、クラリティは、乗り心地、ドライバビリティともに、納得のできるレベルに仕上がっていました。燃料電池車だからといって、あらゆるものを犠牲にする必要がなく、普通に乗ってて楽しく、しかも速くて快適な車でした。ただ、航続可能距離の航路値、750キロは、絶対に達成不可能だと思います。今回は、走行距離170キロで、ガス充填量は 2.45 キロ、料金は2910円でした。高いと感じた未来よりも、距離あたりのランニングコストはさらに高く、しかもエアコンも弱めでした。充填した時、タンクは残り6割程度で、タンクが空になるまでは、走れてもせいぜい、400キロ程度だろうなと思います。そうは言っても、やはり、個人的に気に入ったのは、未来よりもクラリティで、コンフォート性、スポーティーさ、ともに納得のいく車でした。近い将来、化石燃料を使って走る乗り物は、なくなるでしょう。しかし、今回2台の FCV に乗ってみて、燃料電池車が、すべてそれに、取って代わることができるとは、考えづらいです。電気自動車の価格は、以前よりはだいぶ、安くなってきたところですが、燃料電池車の価格を、これ以上下げることはできるのでしょうか。必要な装置、一つ一つを小型化することはできても、そもそもの複雑な、燃料電池車の構造を、根本的に変えることは、できるのでしょうか。そして何より、水素の生産や、充填設備を簡素化し、水素ガスの販売価格から、道路を整備するための税金を取ってもなお、現状より、安くすることはできるのでしょうか。燃料電池車が、庶民の手に行き渡る日が来ることは、私はまずないだろうなと考えます。これからの時代、おそらく庶民は、充電時間の長さや、航続距離の短さという、不便を強いられながら、電気自動車を使用することとなり、燃料電池車の恩恵を受けることができるのは、一部のお金持ちのみで、つまり燃料電池車は、現在も、そして将来も、高級車であり続けることでしょう。と、ここまでが、私が毎回、車に乗った時に記録している、メモに書かれている内容です。しかし、先日、トヨタと、東京工業大学が、全固体電池という、充電時間数分、容量は従来の数倍という、とんでもない電池を開発したというニュースが流れました。ソースによって異なりますが、2022年に製品化される見込みです。単純計算で、その電池を積んだ電気自動車の航続可能距離は、未来やクラリティを超えてしまいますし、電気自動車の充電時間も、水素の充電時間と、対して変わらなくなってしまう可能性だってあります。ガソリン車やディーゼル車が、この世から消え去る未来が見えてきましたが、それと同時に、燃料電池車も、存在価値はないと、言われてしまう可能性があります。もしかしたら、私は、ガソリン、ディーゼル、そして、一瞬しか活躍できなかった、燃料電池によって動く車に乗ることのできた、大変ラッキーな世代の人間なのかもしれません。